はい、4名さんいらっしゃい。楽しんでて。ワード2。トイレ行ってくるね。はい、イブ。いらっしゃい。おい、風船10個ありがとう。はい、ワード2。よし、あと1万だね。プロ配信者目前ですよ。いやー、ここまで来るの長かったわ。風船10個ありがとう、みんな。サンキュー。いいね。ただいま。うん、ゆうちゃんありがとう。何語りするかね。まあ、全然、今日は時間、いっぱい余ってるから、全然話そうよ。あやかいらっしゃい、こんばんは。うん。何でも話すよ。風船ありがとう。うん。ありがとう。風船ラッシュだね。ありがとね、ゼリーさん、風船。ゼリーさんと、誰だ？ゼリーさん、なおちゃん。ゆまちゃん、ありがとう、風船。バーガーが、ファンさん、バーガーありがとう。サンキュー、みんな。ゆうちゃん、ありがとうね。うん。風船ありがとう、うさぎ先輩。アイテムすごいね。いやー、これはすごいよ。これが配信ですよ。これが今、最前線の配信ですよ。ここが最前線だから、ふわっち。今、一番熱い配信サイト、ふわっち、ここだよ。ここ。間違いないでしょ。そう思わない？今一番熱い配信サイト、俺間違いなくふわっちだと思うよ。今来てるサイト。これから伸びるサイト。将来、このサイトを、このサイトでやっていきたいって本気で思ってるもん、俺は。おい、たまちびさんいらっしゃい。今日は特別にありがとう、かっちゃん。嬉しかったよ。だから、和道で初めて、風船プレゼントした、初めてアイテム課金したっていう人もいっぱいいるからね。和道にだったら、ちょっと課金してみようかな、みたいな人いる。ファンさんバーガーありがとう、3つ。ありがたいよ。期待だよね、すごく。やったんかい、うい。はい、この枠一発目、ゼリーさんありがとう。よいしょ。うわよっしゃ。お、2発来た、ありがとう。3回。いいね。4回。5回。一回。おー、二回。ワトツー、チビタいらっしゃい。いつもありがとう。三回。四回。ありがとう、ゼリーさん。みんなゼリーさんにパチパチ。一回。おー、来た来た。二回。ありがとう、ゼリーさん。三回。四回。五回。ゼリーさん、ありがとう。五発目来た。一回。二回。三回。4回、5回、ラスト !1 回、2回、3回、4回、5回、ゼリーさんありがとう！頑張ります。花火、すごいね。ありがとう、ゼリーさん。絶対旅するから。星野優さん、コメントありがとう。楽しんでって。いやーすごいね。男気だね。男気花火だね。うん。うん。いい運動したわ。ありがとうございます。すげえわ。5連続花火かっけえわ。でもね、おい、ありがとう、エリカちゃん、ハートありがとう。
サンキュー。みんなのアイテム無駄にしないかんね。俺の血肉に変えるから。俺の血肉と経験に変えるから。みんなの金だけで食っていけるように頑張るよ。俺を愛してくれてるみんなの金で体作るから。最強の体作るから。いやー、いいこと。おい!かっちゃんありがとう!頑張るぜ。俺が今、この瞬間、この枠でプロになるから。一回。二回。ちょっときつい。三回。四回。ありがとう、かっちゃん。五回、ウィー。ウィー。かっこいい大人だよ、みんな。好きな人に、好きな人を支援してるわけだから。ハートプレゼントありがとう、ハッチ。うん。そう。好きな人を育てるって大事なことだよ。ハートプレゼントありがとう。頑張るよ。うん。この枠か。この枠で俺は初めて生まれ変われるんだよ。この枠で。3年半踏ん張って踏ん張って。俺の3年半が報われるんだぜ、今日。3年半だぜ。みんな、3年半何かに本気で打ち込んだことありますか?3年間毎日毎日何かに没頭したことありますか?今まさに報われようとしてるんですよ。俺の3年半が。みんなと一緒に作ってきた3年半が。たった今この瞬間に変わるんだよ。いやーもうこの枠で決まりでしょ。うん、青春しようぜ、一緒にみんな。エリちゃんワード2。エリちゃんいらっしゃい。楽しんでてね。いつもありがとう、エリちゃん。旅前の体作り。そうそうそう、ちょうどいいんだよ。うん。もともと体鍛えないとって言って。そう、足ムッキムキだよ、今。腹はブヨンブヨンだけど、足やばいよ、今。たくみさんいらっしゃい。たくみさん、この枠は、俺がプロに生まれ変わる瞬間よ。この枠は。そうだね。ニード配信歴3年半だよ。この瞬間からプロになるんだよ、俺は。うん、プロ名乗るぜ。配信で飯食ってますっていう。はじめまして、和道です。職業何ですか?配信者ですって。堂々と言える瞬間だよ、こっからは。うん、辛かったなぁ、ほんと。ほんといろんなことあった。辛かった、マジで。だけど、絶対に報われるまでやんないとダメだよ。報われるまで。頑張りましょう。うん、半端に終わったらダメよ。今まで何人見てきたか、途中で諦めたやつ。途中で諦めたやつ、半端にやってきたやつ。聞いてるか?柏木、お前のことだぞ。聞いてるか?柏木、お前のこと言ってんだからな。うん。今後の抱負をどうぞ。今後の抱負か。今後の抱負。いや、スタートラインでしょ。うん。スタートライン。うん。俺が3年半前に夢見てた理想の自分の入り口ですよ。うい、ゼリーさんありがとう。プロニート。2回。3回。4回。5回、うい、ありがとう。まずは千葉に行こうかなと思ってる。北上していこうかなと思ってて。まずは北へ北へ。北へ北へ向かった。北へ向かって降りていこうかな。で、じいちゃんが、沖縄だから、沖縄でじいちゃんの墓参りしていこうと思ってるね。うん。じいちゃんの前で酒飲んで終わり。それが日本編。日本編。次、アメリカ大陸編。やっぱ一発目、海外はアメリカから行くわ。うん。アメリカ行く。よいしょ。ちゃんまんに勝ち込み入れないよ。なんでそういう配信期待してんのよ。古いって。古いよ。うん。お、今運営さんからメール来ました。デイリーランキング13位です。ありがとう。昨日のデイリーランキング13位。ありがとうございます。
あざーす。旅はね、徒歩で、もう何にも考えないで行こうと思ってるね。シャリに縛られたくないから、徒歩で行く。いいね、デイリーにも乗り始めたね。デイリーずっと50位ぐらいだったんだけど、10位に入るようになってきたね。ありがとう。うん、今、ふわっちで一番来てるの俺じゃね？ふわっちで急激伸びてんの俺じゃない？多分さ、みんなさ、金梅さんも鮫島さんも固定のリスナーを抱えてるだけだと思うの。もともといるリスナーを抱えて維持してるだけだと思うの。今、ガンガン、和道いいじゃん、和道いいじゃんって流れ作って、再評価されてんの俺だけだと思うよ。うん。あっという間だよね。行こうぜ。ふわっちでてっぺん取ろう。ふわっちって言ったら和道にやろう。ね。バダありがとう、カエルさん。ふわっちの和道になろう。俺この配信サイト好きだから。ここにね、ふわっちを盛り上げようぜ、みんなで。このいいサイトを育てよう。うん。久しぶりに来たらびっくりした。俺もあのね、当事者が一番びっくりしてるよ。ガチな話すると。うん。ガチな話をすると、本人が一番、なんか、結構戸惑うっていうのかな。天狗になるとかなくて、正直。え？って。どうしたみたいな。何があったみたいな。本当にびっくりしてる。うん。なんか流れが来てるんだよね。多分ね。うん。再評価されてます。和道さんみんな歓迎しましょう。うん。俺は来るもの拒まないよ。みんな大事だよ。ファミリーだから。ここのリスナーさんたちも最高。そうそう。仲いいんだよ。リスナーさん同士で。だからリスナーさん同士でね、フォローし合ってる人とか結構いるよ。ツイッターとか。で、結構みんなやりとりしてる。天狗はダメだよ。俺も天狗だった時期あるけど、結局ね、うぬぼれてるだけだから。天狗っていうのは。うん。過大評価してるってことだから、自分のこと。うん。何回鼻へし折られたか。天狗っ鼻。甘くないよ。俺、正直言うと配信舐めてたもん。うん。もっと甘いもんですぐ稼げると思ってた。うん。まあ自信あったよ、正直。でもダメだったね。何回プライドへし折られたか。うん。今から飲みに出かけようか迷う。飲み行くの。お、いいんじゃん、いいんじゃん。飲もうよ。うん、俺もな、どうしようかな。うん、3500円。500円かけるな。3500円。あと1万だから、6500円か、うん。この放送でね、確定させたいけど、家で雑談やるか、外配信するか、ちょっと迷ってるかな。どん底もどん底だよ。はっきり言って、俺ぐらいどん底まで行った配信者いないと思うよ。もう、はっきり言って引退レベルだと思うよ。あ、ワド終わったってみんな思ったはず。囲いですらガチで思ったはずよ。もう。あ、ワドはマジで終わったわって。過疎になるわ。あ、過疎になってもう這い上がれないわって思った人いっぱいいるでしょ。みんな、心の中ではね、思ってても言わないでくれたけど、この中にいる？あ、ワド終わったわって。もう這い上がれないわ。大手の道、無理だわって。思ったでしょ。俺何回その悪魔と戦ったか。俺なんか毎晩そいつと戦ってたんだから、死神と。お前もうダメだよって。いや、俺はできるっつって。うん。ねえ、ハチもずーっと応援してくれてたもんね。うん。本当に辛かった。ほんと地獄見た。うん。でもね、人間深み出るよ。苦しい時知ってると。どこで配信してるかと思った。いや、それが一番辛いよね。見てるんだったら、ああ、もうダメかもっていうのがあるけど、もうどこ行ってるのか分かんないっていうのはもう消息不明状態だからね。本当に好きな仕事って何ですか？配信です。はい。即答ですね。配信です。はい。僕は配信好きなんですよ。僕は配信者なんですよ。世の中でこんなにいい仕事ないんですよ。僕は配信者です。はい。本当に。俺は配信で飯食ってってます。配信です。もっともっと稼がないと。面白い若い子たちに YouTube に撮られないように。え、配信者の方が熱いじゃん。結局ね、動画編集ってスキルだから、素人じゃできないんだよ。センスがないダメなの。喋りが面白いプラス動画のスキルがあるから。でも、配信は本当に人間性だけだから。はっきり言うよ。配信は人間性オンリー。それ以外ない。
人間性で評価される人間力だけで勝負するんだよ。一人間でどこまで価値つけてもらうかだから。パウロさん、今、習ってます。パウロさんってなんだろう、今度、ふわっちでサーフィン生ライブ配信しようと考えてます。よかったら見に来てやってください。おー、いいじゃん、いいじゃん。サーフィンいいね。まあ、いや、サーフィンやんだ。好きしかモチベーションなかったもんな。俺は、だから、もう本当に、そうだよ。裏切りたくないっていうか、ぶっちゃけの話さ、口だけのやつ嫌いなんだよ、俺。で、いろんなこと言えるじゃん。言葉なんていくらでも嘘つけるんだよ。でしょ？俺好きだわとかさ、親友だわとかさ。うん。でも、その、言葉にさ、やっぱ魔力を込めたりとか、その、本当に気持ちとして好きで言葉として表現してるんだったら、叶えないとダメだなと思ってて。うん。本当好きだね。本当好きなんだと思う。配信が。だから、もう本当に傷つくこといっぱいあるんだって。リアルな友達とか、ね、リアルに信頼してる人から、配信ってどうなのみたいな。もう、そんなのやめた方がいいよって何回言われたか。マジ泣くぜ。きついぞ。リアルに信頼してる人から、いや、他のやった方がいいっすよって。無駄っすよ。うん。チビタさん、ありがとう、バーガー。チビタありがとう。きついよなぁ。そばにいる人にね、そう言われるのはきつい。きついでしょう。だけど、ぐってこらえないと。マジで。ぐってこらえ。でもね、ぶっちゃけた話ね、結果が出るとは限らないから。俺だって来月どうなってるかわかんないから。チビタバーガーありがとう。カエルさんバーガーありがとう。本当だよ、これ。あのね、運がいいからなんだよ。あのね、これね、鴨川会長。はじめの一歩って作品知ってる人手挙げてもらえますか？僕が好きな漫画なんだけど、はじめの一歩っていうボクシング漫画があります。それの名言があるんで紹介しましょう。知ってる？すっごいね、これは俺一生ね、心に刻もうっていう名台詞があるんだけど、これ高村っていう世界チャンピオンがいるんだけど、それのトレーナーやってるのね、鴨川会長が。その時に、高村っていうその世界戦を控えた選手に控え室で言った言葉です。努力したものが全て報われるとは限らない。しかし、成功した人はみんなすべからく努力している。これやばくない？これなんだよ。結局、努力しても報われるとは限らないよって。努力イコール報われるじゃないんだよ。努力イコール成功じゃないんだよ。でも、成功した人は 100% 努力してると。まさにここなんだよ。でしょ？そう思わない？だから、成功したかったら努力なんか当たり前なんだよ。そう。努力は報われるとは絶対限らない。失敗していく人もいる。だけど、成功した人、ね、達成した人は努力は絶対してるの。だから努力は当たり前。うん。俺この言葉大好きなんだよね。うん。だから、その、うん、お前の努力が報われるかわかんないけど、お前は努力してきたぞっていう。だからお前、努力して初めて成功の切符を手に入れると思ってんの。努力が引き換え権の最低条件なんだよ。努力は当たり前の条件なの。だから俺は努力しろ、頑張れとか嫌いなのよ。努力なんて当たり前だから。うん。努力なんか当たり前なの、プロの世界では。うん。あー、早く花咲かねえかなって。うん。だから努力してますアピール嫌いなんだよね、俺。うん。努力は当たり前、うん。人に言うことじゃない。で、これ先輩に教わったこと、あ、まあいいや、フォロワーさん紹介します。新しい仲間のフォロワーさん、マキさんフォローありがとう。サナモンワドツ。あのね、先輩に言われたんだけど、努力ってどういう字書くか知ってるかって。みんな、口、ね、みんな努力してます、努力してますって、ガキども多いけど、努力ってもともと女の股の力って書くの。これ何を意味するかっていうと、女の股の力って出産のことを意味するのね。知らなかったでしょ？努力のどって字は出産から来てるの。女の股の力。で、これ何意味するかっていうと、死ぬか生きるかぐらいの極限状態のことを言うのよ。昔ってさ、今医療が発達してるから、死ぬ確率だいぶ収まったけど、昔って本当に子供産むのって死ぬか生きるかなのよ。
お母さんの方が。で、出産経験したことある人ならわかるんだよ。男には絶対わからないの。女の人ってほんと死に物狂いで赤ちゃんを産むんだよ。そういう力のことを努力っていうの。だから男が軽々しく努力なんて言っちゃいけないんだよ。そう。死ぬか生きるかっていうところで踏ん張る力のことを努力っていうから、努力してますなんかあれは嘘だと。本当にどん底まで見て、本当に死にかけるぐらいやって、初めて努力なんだっていうことを教わった。だから日本の漢字のこういう金八先生みたいなことよくやるんだけど、俺。漢字ってすごいからね。言葉、魔法。そう。だから俺よく言うんだけど、夢じゃないんだよ、実は。俺がやりたいのは。俺がやりたいのは、志を叶えたいの。夢と志って全然違くて、アメリカのドリームと日本人の志が一番近いと思ってんの。夢って寝てみるときに見る夢っていう概念が入ってるから、日本人はね、夢を叶えるって言ったらダメよ。だから孫正義は夢って言わないの。志なんだよ。叶えるって決めてること。で、志っていうのは漢字でどうやって書くかっていうと、十、漢字の十って書いて、十っていうのはすべてって意味をなすの。すべての十の心を一つにする。邪念を捨てるって書くの。すべての邪念を振り払って、すべての思いを一つに、心を一つにする。それが志なんだよ。うん。だから配信で食いたいっていうのは俺夢じゃない。志だから。うん。絶対叶えようっていう。だから、国語の先生とかもっと教えてあげないといけないんだよ。漢字の由来、意味。なんでそういう漢字なのか。全部意味があるから。パフェプレゼントありがとう、かっちゃん。だから男は志持ってないとダメだよ。銃の心を一つにする。志。それが夢に近い。アメリカ人にの言うところのドリームに近い。いろんな人間、これね、あ、ちょっと成功法則の話していいですか？ちょっと、自己啓発っぽい話になっちゃってもいい？そこら辺の声聞いてるより、和道の話聞いてる方が断然いい。ありがとう。ちょっと自己啓発っぽくなっちゃうんだけど、今の流れだから、それを話そうと思うんだけど、何話そうとしたんだっけ？何話そうとしたんだっけな？ごめん、話ぶっ飛んじゃった。何の話をしたんだっけな。なんだっけ。あれ、頭ぶっ飛んじゃった。なんか今話そうとしたんだけどな。うん。iTunes カウント不足で花火買えなかった。あ、いいよいいよいいよ。全然、買える時でいいから。うん、大丈夫。かっちゃん、気持ちは伝わってるからありがとう。パフェありがとう。大丈夫だよ。うん。みんながゆっくりゆっくり花火打ってくれてるし。みんなが俺を支えてくれてるから。志の話もそうなんだけど、これはね、本当にそうなんだよ。本当に。志の話もそうなんだけど、何話そうとしたんだっけな。すごいいい話があったんだよね。バカプレゼントありがとう。うん、まあ、成功もそうなんだけど、なんだっけな。何話そうとしたんだっけ。ごめん、話ぶっ飛んじゃった。出てきたら話すわ。何話そうとしたんだ今。まあ違う話をするんだったら、よくテンションを上げるのはダメだっていうことを言ったね。スポーツ選手とかってテンション高くなるじゃん。テンション高くなるといいパフォーマンスできるんだよ。だからテンションって実は大事だよね。だけど、テンションは絶対、プロは使わないって言われてんの。よくテンション上げてこうとか言うじゃん。あれダメなんだよ。なんでかっていうと、テンションってみんな知ってるけど下がるの。必ず下がるの、テンションって。だから、ドーピング的にいいパフォーマンスパッてできるんだけど、試合の中とかでテンション下がったらゲームが終わっちゃうんだよ。負けちゃうんだよ。だから、スポーツ選手とか一流のコーチとか、モチベーションを上げさせるの。うん。モチベーションって揺るがないから。そう。だからテンションを上げる人はダメだよ。自分でもし何か達成したいんだったら、ふつふつと湧き上がる情熱、パッションがないダメなんだよ。モチベーション、マインドセット、そう。揺らがないもの。
ぐつ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 煮えたぎるもの、うん、そう、パッションですよ、情熱ですよ、パッション持ってますかっていう、うん、情熱。パッションって映画あったよね、イエス・キリストの、あの殺されちゃうやつ、うん、パッション、情熱を持ってないとね。確かにマインドセット抽象的すぎるよね。日本人は苦手すぎるんだよ。って、かっこ悪いことだと思ってんの。なんでかっていうと、農耕民族は9割以上だったわけじゃん。侍とかは逆にマインドセットやりすぎてるぐらいなんだけど、そうじゃん。切腹するんだよ。あれ、日本人って侍のことよく理解してないけど、侍がなんで切腹するかって意味わかってる？みんな。あのね、あれってすごい面白いんだけど、普段心で思ってることと、口にする行動がずらさないためなんだよ。いくら殿様でも目上の人でも部下でも心で感じてることと上辺の口をずらさないためにやってんの。だから腹を切るの。なんでかっていうと腹の中に心があるって考えたの、昔は。だから腹が黒いとか言われたりとか、腹っていうのは心を指す言葉なの、うん、はい、風船ありがとうございます。花火ありがとう。一回、二回、3回、4回、5回。ありがとうございます、匿名さん。そういうことなの。これ何を指すかっていうと、ね、言葉を言うでしょ。自分の中に言霊を込める。心で思ってることと話すこと、伝えることを矛盾をさせない。だから、それで、お前腹切れって言われた時に切るんだよ。うん、要は、俺の中の腹の中、心で思ってることは、本心だと。そう。それが侍なんだよ。これマインドなんだよ。そこまでやれとは言わないよ。さすがに。現代人で腹切るっていうのは、さすがに違うと思うけど。だけど、だから三島由紀夫は腹切ったんだよ。だから未だに評価されてんの。間違ったことやったかもしんないけど、俺は本心で日本人のためにやったんだぞって。うん。だから切ったんだよ。侍だったんだよ。三島由紀夫は。うん。クーデターを起こそうとしたでしょ。それがね、やっぱね、強くないとできないんですよ、体が。要はね、ヤクザとかに絡まれて弱音を吐いちゃうし、謝っちゃうし、心と違うことやっちゃうじゃん。だから侍は武器を常に滞納してたの。要は戦える強さ、武力、体を毎日鍛えて、頭も鍛えて、心も整えて、そう。だから脇差しっていう切腹用の刀あるわけよ。うん、飲み行かない？いいよ、酒飲みながらここで飲みなよ。うん、侍って深いんだよ。うん、葉隠れ。武士というのは死ぬことと見つけたりっていう。うん、和道さんは、俺は、うん、だからさっきもさ、さっきの彼女の話で言ったけど、リスナーさんにいろんな意見が出てきた。いろんな意見が出てきたけれども、態度変えなかったでしょ。うん、どんなに彼女のことを思ってると思っても、去る者は追わん。近くにいる人を俺は愛す。っていうのを絶対曲げなかったはずなの。だからそういう風に生きたいと思うよね、侍だから。うん、そういう風な理想ね。現実できてるかっつったらできてないこともあるよ。マー君に土下座したりとか、あの時はすごい揺れたよ。うん、そうそうですよ。だから難しい。でも心のしこりがあるよね、やっぱり。うん、友達、親友がいるんだけど、親友から電話かかってきて、もう何でもいいから、とにかくもう関わるなと。で、絡んできたらもう謝るでも何でもしてくれと。もう、お前が傷つくのは俺は辛いと。お前が生きてさえくれたらいいから、もうとにかく逃げてくれと。お前は戦いすぎだって言われたの。だから配信のこと大事なのもわかるけど、命を大事にしてくれっていうアドバイスをずっとされてて、1ヶ月間ぐらい。で、もし何かあったら土下座でも何でもしていいから逃げろと。で、もう動画になってみんな知ってるわけじゃん。だから、未だに悔しいよね。うん。未だにあれはすべきじゃなかったって。あそこで死んででも我を張るべきだったって思うよね。だから侍としては絶対やっちゃいけない行為だよ。うん、でもまあそういう恥ずかしい話はいっぱいあるけど、まあ失敗から学んでいかないとね。うん。未だに悔しいよね、やっぱ。その、なんだろう、自分に非がないと思ってるのに人に謝るっていうのは。換気しよう。うん。うん。
90名さんいらっしゃい。楽しんでてください。外寒。外寒い。今換気してんだけど、窓開けてんだけど、すごい寒い。うん。うん。でも、ヤクザな商売だと思うよ。配信業って。みんなは一生懸命働いてるわけだ。一生懸命働いてるわけだ。やりたいことやってる人ばかりじゃないじゃん。やりたくないことやってる人もいっぱいいるよ。そんな中でさ、貴重なお金をさ、稼いで汗水垂らして稼いでもらったお金を、こうやって投げてもらってるわけだ、俺は。うん、感慨深いよね。うん、自分がやってることが正しいのかっていうと、あの、風立ちぬっていう映画の、あの、主人公の気持ちがわかるよね、うん。これが本当に正しいことなのかっていう。喋りで食ってきたいっていうさ、俺の中の煮えたぎる業があるわけだ。夢があるわけだ。志があるわけだ。だけど、おそらく、それを見習って子供たちが、ああ、和道みたいに配信で食ってきてるわ。俺も頑張るわって言って、多くの人がそれを夢破れるんだよ。やっぱり。でしょ？そんなにうまくいくわけねえんだよ。それは俺が一番よくわかってるから。うん、そうそう、クズの極みなんだよ、やっぱり。うん、仇じゃないんだよ。うん。オウンメディアの時代だからいいんじゃない？うん、だからそれを理解できるかだよね。俺はもう本当にインターネットっていうのはそういう時代が来るっていうのもわかってたし、これからの時代っていうのは、昔はテレビっていうのは力を持ってたと。マスメディアの5マスの、4マスの時代だよね。で、第5番目のメディアがインターネットになって何が変わったかっていうと、ものすごいパラダイムシフトが起こったわけよ。で、結局、ファンの数なんだよ。フォロワーの数でタレント力が決まる時代なの。うん、昔は、その、プロデューサーがいて、プロデューサーに気に入られるかどうかだったわけよ。でしょ？だから、その、技術がなくても売れる人っていうのがいたんだけど、もう、要は、ハッタリが効かなくなったんだよね。リオン、ハートプレゼントありがとう。雨、風船ありがとう。いつもありがとうね。だから、ハッタリが効かなくなってきたんだよ。だん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 。そう。生ポじゃなきゃ認めるわ。ああ、もう、認めなくていいっすよ。うん、正直言うと。まあ、好きにしてください。うん。それは、今のありのままを嘘をつかず、自分がいかに惨めだとしても、俺は生ポ受けてるんだから、生ポ受けてますって言うしかないから。だから抜けたらファンになってよ。うん。俺も抜けるように頑張ってるから、好きにしてくれ。うん。俺は、もう、見え張らないから。生ポは生ポ、貧乏は貧乏。うん。クズはクズ。ありのままの自分で勝負するしかないから。私はクズだと思いません。いや、クズだろう。うん、いや、クズだろう。俺は自分でクズだと思うよ。自分のこと。うん。だって、ね、結婚するんだったらやっぱり公務員とかさ、ちゃんと毎日勤め上げて、ね、嫌なことでも頑張って歯食いしばってやって、女子供食わせるのが正しい生き方なんじゃないの？俺は全然そんなこと思わないけど。うん。どうだろうね。生ポで人を判断する人っていうのは世の中にいるわけよ。肌の色で判断する、国籍で判断するっていうのは世の中に絶対いるから。俺はなるべくそういうレッテルで人を判断しないようにしてるけど、そういう人が世の中にいるっていうことは分かってる。うん。まあだから、それを変える気はないから、うん。別に生ポが正しいとか悪いとかそんな話するつもりないしさ。白竹さんいらっしゃい、初見さん。楽しんでってください。ありがとう、コメント。面白かったらでいいんで、フォロー。生ポって生活保護のことですね。生活保護制度のこと。調べてみてください。うん、でも、和道さん好きだから来てるんだけどね。どうだろうね。だからまあ、うん、見てもらえるっていうのは、俺は応援の形の一つの形だと思ってるから、その人を見返すっていうのもね、俺次第だと思ってるから、まあ生ポ抜けたりとか、頑張って配信したり、食ってけるようになったり、やっぱ積み重ねていって信用を勝ち取るのが、うん、俺の勝負かな。うん、俺のこと嫌いっていう人、やっぱ和道好きだわって言わせたいよね、うん。でもね、失敗してても応援してくれる人が一番大事な人だと思ってる。うん、どん底を見てる時に応援してくれてる人は本物だよね。この人に価値があるっていうねぎ目をしてくれた人。うん。で、ぶっちゃけな話、人が集まってくるようになったら誰でもすごいすごいって評価変わるんだよ。でしょ？
食えるようになったらすごいって言われるし、人が集まったらすごいって誰でも言えるんだよ。全く才能、要は結果が出てない時に才能を感じるっていうのは本当の目利きができることだから。うん。そうそうそう。そういう感じかな。おい、ゼリーさん花火ありがとう。うん。あ、かっちゃんとアメさん、仲いいんだ。ゼリーさんありがとう。うえぇ。でもまあ、人の評価でどうこうっていうか、自分のやるべきことを淡々とやるやつが強いかなとは思うね。うん。応援してくれてる人を大事にすることと、自分が今やるべきことってあるんだよ。やらなきゃいけないことはダメ。これ、論外。それやらされてるだけだから。そうじゃなくて、自分が決めた目標に対してやるべきこと。もう絶対やらないといけないこと。これを努力って言うんだけど。やるべきことは淡々とこなすべきだよね。毎日毎日、ルーティンワークだよ。うん。ルーティンワーク。それが一番大事。っていうか便利だよね、この、リプライ機能。みんなバンバンやりとりしていいかんね。うん。これ便利。そう。これいい機能。うん。しかもね、ツイキャスの場合だと、ツイッターにね、残っちゃうんだけど、これ残んないからいいよ。この中だけで完結するから。うん。ドカオさんいらっしゃい、コメントありがとう。和道さん、嫌いな時と好きな時ある。エンターテインメント力ある。まあ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 。人間、でもね、それが普通だと思うよ。ね、ネットだけなんだよ。この人が何やっても許せるっていうのは、ネットだけなの。俺は、その、なんだろう、普通って、嫌いなところと好きなところ、いいところ、悪いところがあって普通だと思うのよ。だから、なんかね、ここの放送は、結構、その、生主として見てるんじゃなくて、本当に弟とか家族とか、お兄ちゃんっていう風に見てる人もいるし、息子だっていう人もいるの。俺はね、和道くん息子みたいなんだよっていうおじいさんもいるし、ね、あ、おいっ子みたいだなとかさ、弟みたいだよっていう。なんかね、もっと近いんだよね。親友みたいっていうか、昔から友達とかさ。なんかね、人間和道としてリアルに付き合ってくれてんの。引きで見るじゃん、普通。憧れの人とか、大手配信者とか、そうじゃないんだよ。なんかね、友達みたいな感じがある。うん。なんか、開眼してきたな。そうかな?まあ、乗ってるよね。楽しいよね。毎日が楽しい。本当に。うん。和道のこと好きになったわ。嫌いだったりとか。まあ、だから、好きか嫌いかっていうのはさ、正直、ね、俺は大多数相手にしてるわけだから、この96人の中にも嫌いな人いるだろうし、うん、好きな人もいるだろうし。だけど、ここにいる全員を大切にできるかできないかだと思ってんの。嫌いだろうが好きだろうが。ここに来てくれたことが感謝だから。配信者なんかすぐ埋もれるからね。他に面白いやつ今ふわっちに来てみろ。一瞬で俺なんか埋もれるから。うん、だろ?俺はその怖さ知ってんだよ。うん。だからこそひたむきにやんないと。うん、とりあえず荷物とパソコン。いや、荷物を預けるところとパソコンとあと釈迦を預かってくれるところだね。うん。それが重要。楽しいね。なんでかっていうと、本音で話してるからね。今、肩の力を抜いて、本音で話してるんだよ、うん。心から湧き上がるものが本当に伝えて、受け止めてくれるから。見栄を張る必要もないし。うん。なんかやっぱ自分を作ろうとか、ない、今ないから、うん、もうありのままでいいやっていう。クズだって言われてもいいし、うん、それでも好きだっていう人と出会いたいっていうか。うん、作ってないね、全く正直。ふわっち来てからずっともう肩凝らなくなったんだよね。ニコ生の時毎日肩がガチガチに凝るんだけど、ストレスで。全くない。うん、毎日楽しい。むしろリラックスできるぐらいだよね。うん、ここが俺の居場所だなっていうか、俺のホームはだからインターネットのふわっちサーバーだから、ここが俺の家だからね、ふわっちサーバーが。そう、現実に居場所がない。つみきちゃんハートありがとう。えい、不思議だよね。変なところに家を構えたよね。リラックスしすぎてやばい。うん、でもまあ、好き嫌いあって当然だから、うん、好き嫌いあって当然だよ。人間だもん、うん。全世界の人間が俺のこと好きになるなんてありえないよ。
イエス・キリストですらね、嫌いすぎて殺されたんだから。犯罪者だったんだよ、イエス・キリストは。その当時の価値観で言ったら。自然に言葉がどんどん出てきてるな。自信を感じるわ。応援してる。ありがとう。サンキュー。自然に言葉が出てきてるの、そうだね。昔はだから喋らなきゃっていうのがあったんだよ。やらされてたんだよね。うん。いや、喋らないと、喋らないとって言ってプレッシャーになってるんだよね。で、ネタ帳を作らないと喋れなかったの。で、ある時からネタ帳はダメだと思って、うなちゃんマンの放送を見て、違うと。ネタ作りじゃなくて生放送の醍醐味はやっぱ違うなと思って。だからもう普段ありのままをブログだなと思って。V の字。あの、V のブログ。ビデオログ。ビデオログだなと思って。俺の生き様を、こう、映像で残す日記なんだよ、これ。日記。のんとは別れちゃった。うん。落ち着ける？ありがとう。だから俺の生きた痕跡を刻んでるんですよ。データにして。うん、生きてるよっていう。なんか構ってちゃうんだよな。単純に言ったら。うん、ねえ。まあまあ、出会いがあったら別れがありますよ。サブさんいらっしゃい、ワード2。みんなありがとう。今日のこの枠は俺がプロに生まれ変わる枠ですから。今日この枠で1万円稼げたら俺はプロに生まれ変わるから。3年半配信やってきて。3年半配信やってきて。今この瞬間にプロになります。宗教の話いいよ。全然やるよ。うん。例えばどんな話が聞きたいのか。あのね、あの、一番身になる話っていうのは自分が気になってること、疑問に思ってることをもらうことが一番身になるの。要は、教科書って本が膨大にあるでしょ？あれを全部暗記しろっていうやり方ダメなのよ。頭に入ってこないの。心に入ってこないの。だけど、仏教ってこれ間違ってるじゃん。キリスト教これ間違ってるじゃん。っていうような疑問点を解消できた時っていうのはネタになるんだよ。自分の心に刻まれるの。うん。タバコいつもこんな感じだね。パカパカするね。うん。はい、ワード2、カニパンいらっしゃい。だから、宗教でこれおかしくないっていうところをぶつけて。ももこありがとう。ももこハートありがとう。楽しんでってね。ももこハートありがとう。楽しんでって。バーガープレゼントありがとう。ももこハートありがとう。だから、あの、ゼリーが、ここの宗教は間違ってる。特に疑問点。疑問点をぶつけてほしい。俺はその疑問点を解消するために宗教にハマったから。あといくらでクリア？花火ありがとう！サナモンありがとう！サナモンにパチパチ！あといくらかな？ 2 回。風船10個来たから5000円だから、あと10個くらいあったら確実だね。4回。5回。ありがとう。あと10個で確実。あと花火10個でもう確定ですね。14万確定してるから。ありがとう。和道さんの、みんなのコメント見てて答えてくれる姿勢が好きです。だって俺みんなと話がしたくてやってんだもん。のんたんハートありがとう。のんたんじゃねえや、ごめんなさい。訂正します。ももこ、ハートありがとう。のんたんじゃないね。仏教の話に書いてある中身は違うって話は本当？あ、それはね、大乗非物説論って言います。ちょっと今日 BGM 切ろうか。大乗非物説論って言って、仏教の中には大きく分けると二派閥あるんですよ。バーガープレゼントありがとう。ハートありがとう。まずは、上座部仏教。上座部。で、大乗仏教。この二つを覚えておいてください。で、上座部仏教も、大乗仏教も、両方とも根本的な思想は仏教です。だから仏教の中の、プロテスタントとカトリックみたいな感じ。で、この上座部仏教と大乗仏教の根本的な違いっていうのは、これ難しいところね。これ難しいところなんだけど、ブッダっていうのは悟りを開いたわけよ。自分で。そうだよね。で、簡単に言うと、瞑想をして悟りを開いたの。こうやって。座禅組んで悟ったの。それは、体感があるのよ。悟りって体感なの。だから、上座部仏教の人はこう考えたの。悟りっていうのは体感だから言葉じゃないと。自分が修行しないとダメなんだ。だから自分が仏様になるための修行法を徹底的に追求してるの。だから、
あの、座禅を主にやるんですよ。理論をあんまり重要視してないの。どちらかっていうと座禅なの。座禅、ひたすら。で、悟るため。自分が悟るため。で、後半になってくると何が出てくるかっていうと、ありと親を同じに見れる、本当ですか。そう、それが悟りね。うん。簡単に言うと、すべてのものが同一になるの。価値観が同一になるの。それが欲がない状態なの。それは後で解説するんだけど、まずは大乗仏教。で、今度、ブッダの悟りの内容って難しいから、一般の人にわかんないのよ。それを理論体系した人っていうのが、ナーガール・ジュナっていう人なの。中国のお坊さんなんだけど、大天才の。その人が、言語、数学を使わないで言語だけでお経を書いた。要は言葉で説明しちゃったの、ブッダの悟りを。それで生まれたのが大乗仏教。で、大乗仏教の大きな違いっていうのは何かっていうと、人々に、要はこの理論さえあったら、あなたも仏様になれますよっていう布教活動を始めるの。要はブッダはそれやらなかったんだけど、要は大きな船に乗るって書いて大乗なの。大きく乗るって書いて大乗。だから上座部仏教のことを小乗仏教って言ってバカにしてるのよ。で、日本に入ってきたのは大乗仏教なのよ。で、ここがポイントです。ここがポイント。何がすごいかっていうと、大乗仏教は中国で開発された仏教でしょ。中国でリメイクされた仏教だから、道教と儒教が混ざってるのよ。もともとあった道教、もともとあった儒教をベースにして、インドから三蔵法師って言って、天竺っていうのはインドのことなんだけど、三蔵法師がシルクロードを通って天竺から持ってきた仏教を理論化したのよ。だから道教、儒教の思想が強いの。だから仏教ってさ、みんなイメージ、先祖を大切にしなさいって思ってる人手を挙げて。仏教の教えイコール先祖を大事にしなさい、合ってる人手を挙げてください。合ってると思う人手を挙げてみて。仏教イコール先祖を大事にしなさいって。それはみんな日本だとそう教わってるはずなの。で、それがイコール仏教だと思ってるけど、これ大間違いです。これ間違いです、実は。なんでかっていうと、ブッダってどういう人かっていうと、そもそもが王子様で奥さんと息子がいたのよ。で、国民がいたの。それをすべて捨てて悟りを開いてて国滅ぼされてるの。ブッダがやってることと矛盾してるのよ。だからブッダは家族大事にしなさいなんか一言も言ってないの。むしろ家族を捨てなさいと。これね、広角機動隊に出てくるダンマパダっていうお経です。広角機動隊の中に出てくるので、知ってる人は知ってる。荒巻が馬頭に言うセリフです。孤独に歩め、悪をなさず、求めるところは少なく、林の中の象のように。これダンマパダ。これブッダが言ったセリフです。孤独に歩めって言ってるの。これ仏教だからこれ。孤独に歩め、悪をなさず、求めるところは少なく、林の中の象のように。これはイノセンスっていう映画に引用されてます。これ、ダンマパダっていう古いお経です。の日本語訳。そう。だから、何が言いたいかっていうと、日本は大乗仏教が入ってきてるでしょ？だから古い仏教知らないの。インドの発生の仏教知らないのよ。何が言いたいかっていうと、仏教の教えと違うよ。お経は間違えてるよっていうのはこういうことです。OK?ゼリーさんオッケー。悩み解決した？日本の仏教はなんで仏教じゃないって言われてるかっていうと、日本に書いてあるお経が中国産の仏教が入ってきたから。インドの仏教とだいぶ違ったものなんですよ。そんな感じ。オッケーでしょうか。はい。で、今度、もう一個質問があったから言うけど、ブッダっていうのはアリンコとお母さんの命が平等に見えるっていう。釈迦はどっちですか？釈迦はだから違うんだよ。ここ面白いところ。釈迦は、実は、これ面白いよ。釈迦が言ったこと。冠婚葬祭は宗教だから関わるな。死んだら物だから、死んだ奴のために祈るな。結婚とかっていうのはくだらないから祝うな。冠婚葬祭とかの、これ欲望だから、お坊さんになったら関わったらダメだよってまず言ってます。冠婚葬祭禁止。冠婚葬祭は禁止。二点目。わけのわかんない呪文を唱えるな。うん。いろんな言葉があるんだと。頭のいい人とバカな人がいるんだ。わかるように説明しなさい。わからない、わけのわかんない呪文を唱えたりとか、わけのわかんない多言語で答えたり、ね。ハンニャハラミタとか、アベヘデハハハとか言うなと。これはカルトだ。呪文の禁止。うん。で、
お釈迦様の偶像崇拝って言うんだけど、仏像を作るな。こんなのに祈っても悟りなんか開けない。これは間違った教えだ。だから絵を描くな、仏像を作るな、この三つ。今の坊さんがやってることでしょ。仏像を拝む、中国語のお経を唱える、冠婚葬祭を主催する、これがよく言われてる仏教ともう根本的に違うって言われてるところ。仏の教えと何の関係もないって言われてるのはここなの。ブッダがやるなっていうことを率先して坊さんがやってるのよ。これは何でかっていうと、道教、儒教の考え方。要は、広大な中国大陸あるでしょ。中国って世界一の国だったの、当時。中国大陸の始皇帝って言って世界の王様がトップに立つと。で、どうやったらこの国を管理できるかっていうシステムの問題で宗教が生まれたのね。で、道教の、要は、長男が偉い。次男が次に偉いっていう風に順番をつける。で、家は親父が偉い。今度村の中では村長が偉い。で、今度市だったら市長が偉い。で、誰々が偉いっていうグループ分けをしたの。国をそれぞれ分けて、国の国王が偉い。そしたらピラミッドが出来上がってくるでしょ。これシステムなの、実は。これが日本に入ってきてるのよ。だから日本がやってる宗教っていうのは仏教ではないって言われてるの。これが仏教学者が言う仏教ではない根本的な理由な、うん。そう、ヒエラルキーを作ると。広大な中国大陸を管理するための道教、儒教の教えが入ってると。そんな感じです。うん、びっくりするでしょ、うん。ちょっとトイレ行ってくる。うん、超面白い宗教の話してあげようか。超面白い宗教の話してあげようか。これ、哲学者が考えた宗教を勧誘する方法なの。キリスト教の頭のいい人が勧誘する方法。じゃあ、神様を信じてる人手上げ。神様を信じてない人手下げ。神様を信じてる人は手上げてください。神様信じてない人は手下げてください。これ有名な布教の仕方だから。神様信じてる人手上げ。神様信じてない人手下げ。ほうほうほう。いない人が多いね。うん。これ超頭いい質問だから。うん。じゃあ神様信じさせてあげるよ。あのね、神様を信じてないとあなたは地獄に落ちます。神様を信じてると信じるだけで天国に行けます。ここまで OK？ 神様を信じるだけで天国に行けます。神様を信じてないだけで地獄に行きます。ここ OK ですか？これキリスト教の考え方ね。OK でしょ？じゃあ今度メリットの話しますねって。みんなは神様信じてないでしょ？だから絶対に天国に行けないんです。神様がいようがいまいが絶対に地獄に落ちます。だから神様がいなかった場合、信じてないから何もない。ただ死ぬだけです。わかります？神様がいなかったらただ死ぬだけ。で、もし神様がいたらあなた地獄に落ちますから。じゃあですよ、神様が本当にいた場合っていうのは、信じてたら天国行けますよ。信じてなかったら地獄行きますよ。どっちがメリットあります？面白いでしょ？超頭いいでしょ？だから信じた方が絶対天国行けるから信じた方が有利じゃないですか。って言って広まったの、西洋人に。すっごい頭良くない？頭いいでしょ？言ってる意味わかんない？神様信じてない。だから神様がいるかいないかと、信じてるか信じてないかの4パターンがあるの。わかる？西洋の人にバーって広まったのは、信じてなくて神様がいた場合っていうのは地獄に落ちるわけじゃん。で、
信じてないのに神様がいなかった場合はただ死ぬだけなの。ゼロなの。だからデメリットしかないの。だけど神様信じてる人は神様がもし本当にいたら天国行けるからプラスポイントでしょ。で、もし神様がいなかったもゼロだからマイナスポイントないでしょって。だからみんな信じた方がいいですよって言って、布教したっていう、そのキリスト教の原理があるんだけど、ね。それを納得できるじゃん。納得できるじゃん。ここまで OK でしょ。西洋人に広まったの分かるけど、日本ではこれ通用しなかったの。そう、ただだからって言って。これなんで通用しなかったかっていうエピソードが面白いんだけど、これさ、ザビエルいるでしょ？宣教師で一番有名な。日本人にこの例え言ったら何て言われたかっていう。うん。いくよ。え？神様、そうなんですね。じゃあ私地獄に行きます。おっかさんは神様信じてなかったんで、お母さんもお父さんもご先祖様も地獄にいるんです。私地獄でいいです。すごくない？ザビエル、ってなったの。ってこれが日本人が頭が良すぎるとこ。西洋ではブワーって広まったのに、おっかさんに会いたいからいいです、地獄で構いませんって言って断ったの。すごいでしょ。日本人って超得高いでしょ。もう日本人が言ってることの方が正しいんだよ。うん。だから、その神様は潜在的にいないし、別にいたとしても地獄の方がお母さんと行った方が楽しいって。すごいよね。だから日本人は宗教、そのイスラム教が入ってこないのはこれなんだよ。うん。そう。面白いよね。アビーさんごめんね、コメントするして。神様を信じたから地獄に行く可能性の方が高そうだが。神様を信じてた場合は地獄に行かないの。キリスト教の概念的に言うと。うん。面白いよね。まあ、その宗教で面白いとかはこういうところですよ。日本人はイベントごととか風習とかはどんどんバンバンいろんな宗教から入れるの。例えば七夕ってヒンドゥー教のを知ってた。七夕の織姫彦星っていう風習は、ヒンドゥー教なんだよ。あと、七福神の弁財天っていう琵琶湖持った女の神様いるでしょ。あれもヒンドゥー教なんだよ。だから日本人ってヒンドゥー教なんか知らないよって言ってるけど、思いっきり風習が日本古来からあるの。うん。神様は嫌わないんです。信じる者は救われるっていうキリスト教の経典だから。知らなかったでしょ？うん。日本ってすごいいろんな宗教が入ってて、イスラム教だけ入らなかったの。なんでかっていうと、イスラム教っていうのは法律と宗教と倫理観の3つが矛盾しないから。宗教は国も変え、国境も法律も全部変えないといけないの。で、そんなのいらないっつったの、日本は。だから世界中でイスラム教爆発的に広まってるんだけど、日本だけ入らないの、昔から。うん、そんな無理っつって。世界の始まりは本当にあの人ですか？アダムとイブか。俺はどうなんだろうね。科学者じゃないからそこは専門じゃないね。天国ってつまらなそう。日本人的だね。だから日本はね、実は無宗教国家じゃないんですよ。あ、じゃあこれ昔からやってたけど、これ面白い質問してあげようか。自分のこと無宗教だと思ってる人。みんなが宗教かなを気づかせてあげる。はい。私は神様信じてないです。無宗教です。仏教でもキリスト教でもないですっていう人手を挙げて。これ面白いから、有名な論法をやってあげる。実は日本人っていうの宗教すっごい浸透してるっていうの。はい。手を挙げてください、無宗教の人。みんな論破してあげる。はい。無宗教の人は手を挙げてください。私何も信仰してませんっていう。はい。どうですか？いませんか？みんな宗教入ってる？どうだろう？仏教徒。うん。どうだろう？あんまりかな？あんまりかな？みんな宗教家？和道っていう宗教を信じてる、うん。俺はだからイエス・キリストにはリスペクトしてるし、ブッダ本人にもリスペクトはあるんだけど、仏教もキリスト教もダメ。宗教はダメっていうのが俺の考え方。うん、仏教徒なんでいいですね。仏教素晴らしい。創価学会は仏教です。はい、仏教、大乗仏教系ですね。うん、っていうか多分日本で一番か二番目に力持ってる。力持ってるというか会員数が多いのが創価学会だから。あれは仏教系ですよ。うん。真言系か。あ、じゃあ成田さんね。俺は成田の真言宗で寺で。俺の座禅のやり方真言系ですね。要はマントラを唱えるっていう感じだね。まあブッダの教えとはだいぶ乖離があるけど。空海か。真言宗は。仏教徒多いね。うん、この枠はね、仏教好きな人多いんですよ。
でも本当はさ、説法ってこういうことをやらないといけないんだよ。ブッダ本人は何を伝えたのかっていうのをお坊さんがちゃんと説明しないといけないのよ。でしょ？花火ありがとう。ひろみさんありがとうございます。総当集か。2回3回4回5回。俺はだからブッダ派だからマントラは唱えない、うん、瞑想に興味ある。まあ瞑想は全然お寺でやったらいいと思うよ、うん、瞑想の方法はいろんなやり方があるから。俺がやる、まあ瞑想は基本的に呼吸法だから。呼吸法。胸毛やばいかな。ジョーカーいらっしゃい、うんうん、あ、結構ブディスト多いんだね、うん、まあ、に日本の仏教はちょっと特殊だからね、うん、もともと神道と一緒になってるし。小終点じゃなくて、俺大終点できます。はい。小終点じゃなくて大終点できます。できます、できます。だから俺が瞑想で一番深くまで入った時っていうのは、まあ、大終点、小終点っていうのがあるんだけど、簡単に言うと、魂っていうのかな。意識すらない無の状態で自分を傍観するっていう感じかな。うん。アイテム数すごいね。あのね、今日の枠で多分15万確定するんですよ。で、15万確定したら旅に出るって言ってて、みんなが応援ラッシュしてくれてんの。頑張れワド、頑張れワドって。一緒に旅に出ようって。プロ配信者になれワドって押し上げてくれてんの、みんなが。みこしを担いでくれてんの。わっしょい、わっしょいってみんなでやってんの。風船投げたりとかして、ハート投げたり、バーガー投げたりして、わい、わっしょい、わっしょいって、祭りだーっつって楽しんでる。うん。なぜ宗教によって食べてはいけない肉が違うんですか？いい質問ですね。その国、あのね、日本っていうのは、種植えてるだけで、種こうやってみんな庭にばらまいてみて。スイカとか、大根とかの種買ってきて、試してみて、本当に。庭にバッて撒くだけ。1ヶ月後ほっといてごらん。野菜生えてくんのよ。こんなの日本だけなの。他の国っていうのは砂漠もある、大陸で、ね、川がないとか、もう本当に過酷なの。だから、宗教上の理由で制約をしてたの。だけど、日本人はなんで宗教嫌いかっていうと、種ばらまいたら、バッて種ばらまいたら、作物バンバンできんのよ。四季があるの。だから日本って超豊かな国なの、実は。農耕にこんだけ特化してる国ないのよ。だから、要は食物に対する恐怖ってなかったの、もともと。だから、その宗教に疎くなって、逆に言うとアミニズムって言うんだけど、万物に神様がいるって考えるの。雨の神様、太陽の神様、作物の神様、トイレの神様もいるからね。そう。トイレの神様もいる。うん。風船でも全然いいよ、全然いい。気持ちでいいから、アイテムは。見て面白かったらアイテムください。面白くなかったらアイテムいらないです。はい。あくまでチップなんで、あくまで投げ銭なんで。うん。全然強要はしてないですよ。面白かったらでいいですよ。うん、だからね、実はその国土地土地のその風習、例えばね、ゾロアスター教でなんか豚がダメ、なんか豚を神聖だったら、そのキリスト教が入ってきたら豚を禁止したとか、だから日本が戦争負けて大麻を禁止されたのとすごい似てるって言われてる。豚を神様にしてた宗教は他の宗教入ってきたらなぜか豚禁止にされたりとか、要はその宗教のシンボルってあるじゃん。で、負けた時にやられるんですよ、結構。大輝さん、風船ありがとう。桜子ありがとう。ミミありがとう。風船でいいよ、全然。俺はアイテムで、区別しないから。ピーマンありがとう。みんなの気持ちが欲しいだけ。うん。イブさんありがとう、ハト。初見さん、カイポンさん楽しんでてね。コメントありがとう。面白かったらフォローして。うん。コメント多くて読めなかった。ごめん、ごめん。まあ、盛り上がってていい感じじゃないですか。うん。盛り上がってていい感じだよ。うん。ハートありがとう。ちょっとお水汲んでくるね。あ、あと面白い話してあげるよ。いただきますっていう概念があるの、日本人だけだから。
みんなありがとう。謝らないで。ありがとう。ありがとうございます。あのね、いただきますって英語でないの知ってた？だから、日本のアニメでいただきますって言ってんのを、英語のアニメとかなんて翻訳するかっていうと、I'm eating って言うんだよ。俺食べるって言うの。I'm eating! アホだよね。いただきますって外国語にないんですよ。日本人だけの言葉なんだよ。そう。なんでかわかる？アメリカとか出てきた食べ物、瞬間食べそう。あ、普通に食べ始めるよ。うん。で、敬虔なクリスチャンは祈りをするんだけど、あれ意味が全く違うの。あれ意味が違うの。日本人のいただきますの語源の意味わかる人いる？誰か言ってみて、いただきますって何をいただくか意味わかる人いる？あれ日本人だけなんだよ。いただきますの意味わかる人。なんでいただきますなのか。なんで祈りを捧げるのか。そう。動物の命。で、西洋人も祈るよ。クリスチャンは祈りするよって言うけど、俺クリスチャンだったことあるんですよ。母親がクリスチャンで、しかも俺アメリカに3週間留学してるのよ。ホームステイしてるから、ちゃんと意味わかるんだけど、天に増します我らの父よ。皆が崇められますように、御国が来ますようにっていう祈りをするのね。これって神様ありがとうっていうことだけ言ってんの。これキリスト教の考え方で、神が、アダムとイブを作って、人間のために大地を作って、木とか動物とかを作った。だから管理をしなさいって言ってんの、神様は。これ、現在の話に繋がってくるんだけど、人間のために楽園、エデンの園を作ったから、お前は管理すればするほど、この土地が豊かになるよっていう考え方なの。だから、仕事の考え方なんだよ。動物たちの世話したから、お前のために、お前は動物を増やしたと。だから食べていいんだよ。神様ありがとうなの。動物の命は、だから動物なの、あくまで。面白いでしょ？だから日本人のいただきますっていうこと言うじゃん。アメリカ行って、3週間住んでて3日目ぐらいに言ったんだけど、いただきまーすって言って2人住んでたんだよ、日本人が。その家に。そしたら、みんなキョトーンって顔すんの。スティーブンとかが。スティーブンって言うんだけど。で、ヘイタカーっつって。何を言ってるんだいみたいな。なんで日本人は呪文を唱えるのみたいな。なんか食べるときに日本人って全員呪文唱えてるよねみたいな。あれどういう意味だいみたいな。タカみたいな。俺タカミツって言うからタカって呼ばれてたんだけど、タカ意味がわからないよ。日本人はなんか呪文を唱えるよねみたいな。とってもクールだよねみたいな。で、あー難しいなと思って、その時中学生だったんだけど説明して、命をいただくんだよって言ったの。牛さんいるでしょって。で、お米さんがいる、卵さんがいるでしょ、これ命なんだよって言ったらもうハテナマークだったね。何言ってんのこいつみたいな。なんか、カルト宗教だなみたいな顔されたよ。呪文って言われた本当に。うん。あと、だから命をいただくっていう概念がわからないの、彼らは。うん。つまりリスペクトがないんだよ。そう。いや、牛は食べるもんだけど、みたいな。食べもんだけど、みたいな。だから、それ、俺ね、不思議の海ナディアっていうアニメを見てて、そう、ナディアの考え方と、ジャンの考え方で、よく口論になるの、ベジタリアンで。あれを見ててよく思ったね。あ、これ西洋人と日本人の考え方の違いだなっていう。そうそうそう。そう。面白いよね。あと、よく言われたのが、バカにされるのよ。ありがとうございますってやられるの。ヘイタカ。ありがとうございますって。バカにしながらやんの。ヘイタカ、おはようございますって言って、わざとらしく頭下げんのよ。もう小バカにしてんの。もう日本人がこうやって頭下げるじゃん。どうも、感謝です。ありがとうございます。とかやってて。もう、同級生とかみんなやんの。俺らを見ると、日本人見ると、どうもです。とか、こんにちは。とかやるのよ。で、そう、スティーブンってやつめっちゃ頭いいやつだったんだけど、あれは何なんだと。でも俺答えらんなかったの、正直。意味がわからんと。確かに意味わかんないなと思って、日本帰ってきて悔しくて調べたんだよ。あれどういう意味かっていうと、もともと日本人って侍で、左に腰に刀を刺してたでしょ。だから日本人がなんで右側ある、左側通行かっていうのも意味があるんだけど、つば当てっていうのがあるの。刀と刀がパチンって、右側歩いてたらさ、すれ違う時に、つばが当たるでしょ。鞘当てだ。鞘が当たるでしょ。それってどういう意味かというと、決闘なの。要は喧嘩売ってる行為だから、鞘と鞘がカチャって当たった瞬間にもう切られても文句言えないんだよ。だから、日本人っていうのは左側通行なの。OK?
左側通行。それと同じで、頭を、武士同士とか、あの、農耕と侍と農民が頭下げるでしょ。これ何を意味するかっていうと、こうやって頭下げたらさ、刀持ってる同士超不利じゃない？お互い切り合うときに、頭こうやってお互い下げたら、一人だけ下げてたら、こっち側さ、首差し出してる行為じゃん。こっから抜けないじゃん、頭下げて見えないから。だから、敵意はないですよって意味なの。もともと。だから、農民から頭下げんの。お侍さん敵意はないですよ。お殿様、私は敵意ございません。で、同じ立場の人だったら、私たちはお話し合いをしに来ました。要は、喧嘩をするつもりないですよ。切り合いするつもりないですよって首を差し出すところから始まってんのよ。わかった？意味。それがもう当たり前になってんの。俺らだから侍なんだよ。やっぱり侍の子なんだよ。日本人なんだよ。これやるの日本だけなの。要は武士が常に対等してたから。面白いでしょ？うん。それの名残なの。だから刀を狩られたけれども、刀をなくなったけど、俺らには侍の血が流れてんのよ。やっぱジャパニーズなんだよ。これだけ残ってんの。うん。面白いよね。だから日本人っていうのはシェイクハンドしないの。シェイクハンドしたらだって切れないじゃん。頭を下げるのがシェイクハンドなんだよ。アクション。ねえ、面白いよね。そういう、だから宗教の違いとか、宗教とか思想の違いがここまで、そう、いただきますっていう考え方とか、変わるんだよね。風船みんなありがとう。アミいらっしゃい。仕事終わりお疲れ様。アメさん風船ありがとう。テッドありがとう。サモライってなんだよ。面白いよね。そう。で、それを、そう、今度、アメリカから日本に交換留学だったから来た時に説明したらわけわかんねえって言ってた。でも、かっこいいって言ってたね。なんか、その、要は、アメリカとかって移民の国だから、おじいちゃんの代とかが、アメリカ大陸を作った人たちだ。歴史がないんだよ、あんまり。だから、そう、日本って歴史が2000何百年あるわけじゃん。だから、もう、なんか、俺らが当たり前にやってる風習っていうのがかっこよかったりするんだって。あと、あの、目と目で会話ができるっていうことはよく言われた。気持ち悪いからそれやめてって言われた。自然とアイコンタクトで空気読むじゃん、俺らって。あと、うなずいたりするじゃん。喋ってないのよ、こうやって、みたいなのやるじゃん、こうやって。これが怖いんだって。あいつらはテレパシー使えるって言われたもん。タカ、本当にやめてくれって。お前らは、テレパシー使えるんだろって。俺らからすると気持ちが悪いんだって。失礼だからやめてくれって怒られたもん。侍好きな外国人、いや、かっこいいんだって、やっぱり。侍とか忍者とかは憧れなんだって。その、しかも、なんか、アメリカ人にとって忍者大好きなのって、魔法戦士みたいなノリなんだよ。要は、日本人はさ、忍者っていうのは忍びとか FBI とかに近いっていうのわかるじゃん。スパイとか。でも、なんか、煙玉とか使ったりとか、分身の術とか使ったりとか、魔法戦士に近いんだって。向こう、魔法使いと刀を使えるソルジャーの、ハイブリッド戦士みたいな、普及の仕方してるから、だから、忍者っていうのは、そう、スパイとかのイメージがないの。ハイブリッド戦士なの。そう。サムライトルーパーが原因なんだ。わかんないけど、なんか、忍者は大人気だよ。だって、未だにハロウィンとか男の子はスターウォーズやるか忍者やるかの、もう本当に二択だっていう話だもんね。面白いよね。文化の違いは面白いよ。あとみんな知らないかもしれないけど、服部半蔵とかってあれって襲名スタイルだったの知ってる？服部半蔵とか猿飛サスケってあれ一人のことを指す名前じゃないんだよ。あれって里の中で代々長につける名前なんだよ。だから服部半蔵とか猿飛サスケって何人もいるんだよ。意外とね、知らない人多いんだよね。日本人でも。だから歌舞伎とかに近いよね。さっきちょっと気になったのですが、宗教によって食べ物を制限する必要があったのですか？逆だね。食べ物を制限することによって国を維持しようっていう考え方で、それをどうやって国民に教えるかって言ったら、宗教で普及させるのが一番良かったの。なんでかっていうと、宗教の方が政治とかよりも権限を持ってた時代があるの。だから、そう、法律の方が宗教より上になったっていうのは、ここもう数百年の話でしょ。だから、昔は宗教の方が力持ってたの。日本でもだから、ね、神道のトップである天皇とか、あと仏教だよね。お寺の、ね。だって戸籍の管理って寺小屋でやってたんだよ。寺でやってたんだよ。だから村八部って寺から破門、戸籍上破門されることを言ったの。
だから、市役所みたいな感じなの。学校でもあって、戸籍管理をしてるから、市役所みたいな。住民票管理とかをやってたの。すごい寺が権限持ってたの。うん、もっと聞いてみたいけど、おやすみなさい。また来てね、玉ちびさん。うん。ありがとう。バガーありがとう。風船ありがとう。うん、落語とかね。そうね。てか、コメント今日流れるの早いのか。アイテムか。アイテムでコメント読めなくなってんのか。アリストテレスは天才ですよね。まあ、名前が残ってる人は基本的に天才だよ。宗教の統治システムだから。そう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 。どちらかっていうと、宗教を作った人、イエス・キリストとか、ブッダっていうのはあんま考えてなかったんだけど、国民が広まっていて、国民が信じるようになっていくと、国が利用すんのよ。要は、国教にしますって言って、坊さんの僧侶と頭下げて条約を結んで、国が公認って言って広めるわけじゃん。宗教家と国のメリットが合致する。だから国にとっていいように教義を変え続けてるんだよね。うん。だから統治システムとしても、持てるよね。うん。相撲の行事も襲名ですね。そう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 。だからお相撲さんってあれ、スポーツじゃないんだよ。あれ、どっちが勝ったのか争うんじゃなくて、もともとお米が取れたかなんかを祝う儀式なんだよね。知ってた？あれって祭事なんだよ。神道の祭事だっていうこと知らないんだよ。だから、やらせだとか、八百長だっていうのがそもそも間違いの。あれはなんで国技かっていうと、スポーツですらないんだよ。あれはお米の豊作を祝うか、お米が取れたなんかの儀式なんだよ。相撲って。マドンさんも宗教を作る。俺は宗教否定派だから。あ、いいよいいよ。アムさん、全然やっていいよ。素敵なやりとり。全然いい、全然いい。テレビ、手や小屋しか知らん。だって日本なんか、日本の数学者強いでしょ。日本の数学って今でも最先端なんだけど、なんでかっていうと、日本人ってもともと微分積分っていう考え方を世界で一番最初に作ったのは日本人なんだよ。インドの数学もすごかったんだけど、微分積分が未完成の状態であったの。すごくない？世界で微分積分一番最初に未完成だったんだけど、ほぼ論理的に作ってたのは日本人なのね。で、なんで日本人の数学が最先端だったかっていうと、独自に発展した数学を持ってたっていうのも強いし、独自の体系理論を持ってたの。だから、実は、世界で一番最初に、為替っていうのとか、お金のやり取り、要は、先物取引を世界で一番最初にやったのも日本人なんだよ。だから先進国になれたって言われてんの。だってさ、冷静に考えてよ。江戸、もうさ、猿なんだよ。西洋人からしたら。どう考えても、武器はね、刀だし、ね、ちびっこくて猿みたいな人たちなのよ。超異文化なわけ。で、なんでこんな、たったさ、明治、大正、昭和っていうこの流れの中、それまでお侍だったのに、この数百年の間だけでバーンって世界一まで行ったかっていうと、もともと実は見下してたけれども、学問として超頭良かったから、日本人が。ごめんなさい、ワドさん。あ、全然いいよ、全然いいよ。うん。全然やって。謝んないで。ここはフリーにみんなで交流する場所だから。うん。バカプレゼントありがとう。そう。大阪が始まりなんだよ。そう。証券の。なんか株強かったんだよ。だから日本人ってすごいんだよ、本当に。日本は寺子屋制度。そう。実はね、飛び級やってたんですよ。頭のいい人はどん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 上に上げてた。世界初の飛び級制度は寺子屋。だから知識体系も半端じゃなかったし、小学生とかぐらいのレベルで授業とか教えてたからね。だから識字率だっけ？文字を読める国民性世界最先端。確か 89% は文字読めるんだよ。で、キリスト教とかだと 10% もいかないんだよ、本読めるの。だから、牧師さんとかが力持ってた。識字率だ。そう、文字を認識できる率が 89%。ほとんどの人が文字読めるっつって、それも西洋人驚いたんだよね。そうそうそう、ハノンいらっしゃい。もうすぐ15万。うん。今5500円だから、あと4500円で行くね。識字率。今夜の話特に面白い。なんかさ、ここの放送ってこういう話受けるよね。ふわっちの年齢層に受けるみたいだね。だから、ワドガミアキラだよ。ワドガミアキラの解説放送みたいになってんだよ。年齢層高いんだよ、やっぱ。寺子屋すごいね。うん。だし、村を挙げて、その優秀な子供は育ててたの。もう村自慢だから。土地持ちとか金持ちとかがバンバン金惜しまなかったんだよ。で、江戸とかに行ってたんだよね。2、30年前までは識字率、80% 超えてるのは日本くらいだったから。そう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 。うん。
博識だから和道面白い。あ、そう。でも中卒だよ、俺。英語を話せないのは日本だけど言われてますが、宗教が理由ですか？違う。これはね、何が理由かっていうと、日本人の文化として、日本人って実は、文字、独自の文字を持ち始めたのって6世紀なんだよ。実は、文字なくてやってきたの、ずっと。ありえないんだよ。言葉だけで文字を持ってなかったの。で、普通ね、これ面白い話だから言うけど、普通、まず文字形態で言ったら、アルファベットみたいに発音を文字にする。A, B, C, D って、あれ、発音、言葉の音と字をリンクさせるんだよ。で、今度中国大陸のもう一つ文字には種類があって、漢字そのものに発音を当てるっていう考え方があるの。文字の種類で言うとこの二つがあるのね。文字の種類だとこの二つ。で、今度発音ってあるじゃん。言葉の発音。で、日本の場合だと、今度、その文字に意味があるものと、音自体に意味があるものってあるの。この二つと、文字の種類の二つがごっちゃ混ぜになってんの。つまり外人からすると意味がわかんないの。アルファベットだってアルファベットで、音の中に意味があるじゃん。音に意味を入れるの。だから文字の羅列の中に意味がある。漢字の場合だと、は、文字自体に意味があるから発音を覚えるのが大変なのよ。でも日本人って漢字にひらがな、カタカナを当ててやるでしょ。ごっちゃまずになってるから世界的に超難しい言語なの。だから世界で一番言語を覚えるのが難しいのは日本語なの。だからこれくらい難しい言語を使いこなせてるから他の言語が入ってこないって言われてる。アメリカとかの場合だと英語っていう母体があるじゃん。文字の構成とかは一緒じゃん。だから、ぶっちゃけた話、イタリア語とかフランス語とかって何かっていうと、あれ方言なんだよ。要は、発音を変えたりとか文字を変えたら文法とかが全部一緒なの。だから覚えられんの。韓国人も全く一緒。韓国人の発音、文法と英語ってほとんど一緒なんだって。だから、言葉を覚えれば覚えるほど入れ替えていけば発音できるわけじゃん。文法上できる。ただ日本語ってぐっちゃぐちゃなの。しかも日本語のすごいところっていうのは、文法を変えても意味が伝わるのよ。要は、今日は暑いですね。暑いですね、今日はね。両方とも同じ意味をなしちゃうの。しかも、ニュアンスが変わるの。例えば、雨っていう言葉で、雨っていう言葉で連想するワード出してみて。霧雨でしょ？さみ、さみだれ？なんだろう。豪雨とかさ。もう言葉の中、雨っていう言葉の中に膨大な日本語があるのよ。こんなの世界的にありえない。だから日本語が難しすぎる。簡単に言うと。だから他の言語が入らないんだよ。うん。そうそう。あ、そうそう。そう、音もそうだよね。飴玉の飴と飴。うん。ね、いっぱいあるもんね。英語も一つの言葉でいろんな意味を持つ言葉結構ある。英語もある、もちろん。だけど、それが多様すぎるんだよね。日本語は。だから、ニュアンスがすごい、その暗喩とかメタファーとかがすごいんだよ。日本人は必要な知識をほぼ翻訳してたから、英語が必要なかった説もあるね。もちろんあるね、それも。うん。だから、中国から漢字引っ張ってきて、ね、6世紀ぐらいでしょ。だから言語持ってなかったんだよね。うん、面白いよ。だから、一番遅かったって言われてる。先進国の中で。文字自体を開発したのは。ただ、その分、その、いいとこ取りをしてるからわけわかんなくなったっていう。うん。我が輩は猫であるっていう言葉だって、あれ猫を自分が俯瞰して見てるのわかる。我が輩は猫であるっていうのって、私は猫だなんだよ、普通は。私は猫だ、なんだよ、西洋的に言うと。だけど、我が輩は猫であるっていう言葉の中に俯瞰して自分を見てる。猫の外から自分を見て自己紹介してるっていう、すごい概念なのよ、あれ、文法的に言うと。ありえないんだよ。意味わかんないじゃん。だって日常会話で使う、あ、それもあるの。あと、日常会話で使うものと文字が、音の発音がリンクするんだけど、読み言葉と話し言葉っていうのが日本にあって、普段話してる言葉と文字に書いてる言葉が違うの。日本人って。だからもうめっちゃくちゃなの。なんでお前ら、この本にしてる文字の内容と普段発音してる内容違うのって。だって我が輩は猫であるとか、我が輩は和道であるとか言わないでしょ。意味がわかんないんだよね。飯馬ってのも英語で表せないらしくて、日本すごいって言われてた。まあだから日本はすごいっていうかガラパゴス化してんだよね。日本はもともと保守的だから英語を輸入するのも遅かったんだな。ビートルズが来日した時ビートルズ反対運動をやってた。女言葉とかも近代まで生きてたしね。すごいよね。だから身分によっても言葉が違ったりとか、言葉遊びがすごいんだよ。
それはね、独特だよね。島国が生んだ独自の文化だと俺は思ってるけど。うん。ガラパゴスっていうのは、もともと、ダーウィンの進化論っていうのは聞いたことあると思う。ダーウィンっていう人は、ガラパゴス諸島っていうところに行くの。で、そこのガラパゴス諸島っていうのはすごくて、もう確立された島だったのね。で、トカゲが3匹いたんだけど、水に住むトカゲ、陸に住むトカゲ、ハイブリッドの陸と水に住むトカゲを見つけたの。で、形は全く一緒なの。つまり、生物っていうのはそう、ガラパゴス諸島を見て初めて、あ、なるほどと。この中で進化が行われてるんだ。だから、ダーウィンの進化論っていうのはガラパゴス諸島を発見して見つけるの。つまり、ガラパゴスっていうのは今どういう風に使われてるかっていうと、ガラパゴス諸島のように確立された島で独自の進化を発展してるっていう意味。要は世界では通用しないんだけど、その島の中だけで独自の進化を遂げるもの。グローバルスタンダードに相反する言葉。それがガラパゴス。例えば日本で言うとiモードだよね。ガラケーとか。世界では携帯電話っていうのはメールと電話しかできなかったのに、日本ではインターネットができたのよ。だから、スマートフォンの元になってるのって実は、i モードなの。携帯電話でインターネットできるってすげーって言って、しかも独自のシステムをドコモとか au とかソフトバンクが開発してて、しかもメールに絵文字がついてると。もうわけわかんない。着メロとかある。これをインターネットに普及させるにはどうしたらいいかっていうと、ワールドワイドウェブ、www でインターネットを持ってたから、これを改良してスマホに使えるようにしようって言って、日本パクられたの、逆に言うと。簡単に言うと島でしか使えない通貨とか、そう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 、独自発展したものとか閉ざされたものを意味するときガラパゴスっていう言葉を使う。まあ独自の進化であったり、独自そのもの中でしか通用しないものとか、そういう意味ですね。はい、新しいフォロワーさん紹介します。テニスさん、追求さん、フォローありがとう。さっき中卒って言ってましたけど、その領域を等に超えてるのには EQ がものすごいですね。EQ は高いと思うけど、IQ は低いですね、僕は。あ、PQ ね。PQ 高いと思う。うん。どうだろうね。俺は頭いいと思わないけどね、自分で。人類の半分以上は進化論を信じていないっていうのは、あ、まあ、それそうでしょ。まあ、だってキリスト教イコール進化論を信じてないから、Qちゃんも進化論を信じてないからね。ただ、日本人はね、解釈間違ってるんだけど、ダーウィンの進化論って、ダーウィン自身も言ってるんだけど、人間には当てはまらないって言ってんだよ。人間は猿から進化してないってダーウィンも言ってんの。だからこれは、日本人の認識不足。ちゃんと勉強してないで間違って教えてる。ダーウィンは人間にはこれ当てはまってないっていう。っていうのも、猿からいきなり、おそらく猿から進化しただろう。DNA 的にはチンパンジーに近いって言われてるんだけど、明らかに何かが介入してる特異点があるの。いきなり言語を使ったり、火を使ったり、道具を使ったりとか。ここがわかんないの。普通ゆっくり変わってくんだけど、いきなり進化すんの。こんなのありえないっつってんの。ダーウィンは。それをね、広めてないんだよね。アウストラロピテクスから人間になったのは無理がある。そうそうそう、その辺のタイミングだよね。その辺のタイミングがよくわかってないの。な、俺は、その外部から何かしらの刺激とか、得意点があったと思ってるから、あんまり俺はダーウィンの進化論を信じてないね。明らかにおかしいと思ってる。うん、俺がよく話すのは、もし人類が滅びるとしたら人類は何をするかっていう例題を出した時に、俺だったらウイルスをばらまくと。要は他の土地土地に細かい粒子をばらまいて、で、いつかたどり着いて種みたいに他の生物に癒着した時に人類みたいな知的生命体が出るようなウイルス的なものだったら作れるから。そう考えると日本が全く逆の発想で星から飛んできた可能性はあるよねっていう。僕らにはない概念。猿やカラスも道具使うよ。めっちゃ頭いいよね。うん。おたま弱視になって猿になってっていう子宮の中で進化してるのは確か。そうなんだよね。子宮の中でずっと猿みたいに魚になったりするんだよね。歴史関係だと大パーツとか面白いよね。大パーツ面白いし、逆に、俺が好きなのは逆の発想で、なんだっけな。ロストテクノロジーの方が好きかもしれない。大パーツより。日本刀ってなんで作られたのかわかんないんだよ。日本刀って、江戸時代が一番本数多かったんだけど、江戸時代の刀ってダメなの。で、室町とか鎌倉の刀が未だに優秀な刀なんだよ。意味わかんないじゃん。
江戸よりも古い、江戸で進化してるはずなのに、大量生産で技術失われちゃってたのね。だから、室町とか鎌倉の方が優秀な刀で、材料とか分かってんだけど、その当時どうやって生成してたか今では分かんないんだよ。うん。15万まだっすね。今ね、花火が11発で5500円だから、あと4500円ぐらい。オーパーツどうなんだろうね。うん。クリスタルの頭蓋骨偽物。あれはなんか、なんだっけ、削った跡があったとかね。うん。だから俺はロストテクノロジーの方が面白いと思う。日本の刀は意味がわかんないからね。うん。日本刀は世界中の憧れだよね。しかもなんか今クリスマスシーズンにさ、東京スカイツリーに飾ってある日本刀が世界で話題呼んでて、隕石の鉄鉱石があるの。ギベオンかなんか忘れちゃったけど。ゼリーありがとうございます。その隕石で作られた鉄の塊から刀を作ったのね。現代、その刀匠が。で、外国人に観光で喜ばれてるの。隕石から作った日本刀とか、世界で一番欲しいアイテムだろうっつって、外人がわーっつってみんな写真撮ってんのよ。隕石で作られた刀、日本刀っつったらもう世界中の武器で一番強いだろうって言って。うん。古代と呼ばれる時代が好きだわ、戦国時代。あー。俺はだから室町とかすごいかっこいいと思うよね。もう縄文人と弥生人の戦をやってたもののけ姫がまさにその話なんだけど、アシタカは縄文人で、エボシとか弥生人、韓国から来た民族で戦争をやってたっていう。今日は何時まで放送予定？どうしようかなと思ってるけど、とりあえずまあ今日確定させるよね。俺は生まれ変わってプロ配信者に今日なる。この枠でなるよ。この枠で放送。もう生まれ変わる俺は。たったこの瞬間にアマチュアからプロになる奇跡の枠を今日作るよ。たった今作るよ。あと何発？あと8発か。うん。バガーありがとう。風呂入りだ。行ってきていいよ、全然。行ってきていいよ。うん。ゆっくり。まあ、長時間やってると思うよ。エジプトやローマ。あれは、わけわかんないよね。だってもう、そんな前から知識があったんだもんね。日本人からするとすごいよね。その瞬間見届けて。プロに生まれ変わる瞬間だから。みんなとね、ずっと言ってたの。15万稼いだらプロ名乗っていいよねって。どう？みんなの中では、プロ名乗っていいよね。15万あったら最低限食ってけるもんね。で、それだけで食ってけんならプロでしょ。新しいフォロワーさん、メガネさんフォロワーありがとう。そう思わない？プロの中で最低限だけど、15万稼いだらプロだよね。だってさ、友達でさ、ギタリストですって。あ、そうなんだって。月いくらぐらいギターで稼ぐの？ 15 万ですって。プロじゃんって言わない？あ、本書いてます。あ、そうなんだ。月収入どれくらい？ 15 万。プロだってなるでしょ？ゼリーさんありがとう、花火。今家着いた。ワドさんただいま。お帰り。15万でね、まあだからプロの一番入り口だよね。古代エジプト時代って、石槍持っててイノシシを追いかけてたからな。どんぐり食ってたしね。俺でもどんぐりを食ってた日本人好きだよ。トイレ行ってくる。ありがとう、ゼリー。シャッカちゃん。ごめんね、うるさく。いや、特に何のきっかけもなく、体痩せないとなーっていうで、スクワットでもするか、みたいな。なかなか破れない動き。破れてるよ、もう。この辺、ビリビリに破けてる。ほら、ボロボロ。まあ、しょうがないよね、合皮だから。どんぐりクッキー食べたい。いや、渋みがすごいらしいね。昭和の技術は数百年後にはすごかったと、歴史として残る。ケイン小杉さん、いらっしゃい。
ケイン小杉さん、僕の放送に来てくれて本当にありがとうございます。一緒にトレーニングしましょう。目が論破ってない。あ、寄り目だね。俺は寄り目ですね。パーフェクトボディ。風船10個ありがとう。ケイン小杉面白いよね。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、渦巻さん、フォローありがとう。打ち写しはいいね。そう、打ち写しはかわいそう。あ、そう、打ち写し結構コンプレックスだけどね。ウルトラマンみたいとかよく言われてたもん。失礼だよな。ウルトラマンみたいだなとかよく言われてたもん。新しいフォロワーさん、オマンチス、フォローありがとう。下品だな。下品な小手半だな。最低な小手半だよ、ね。風船ありがとう、くげ太郎さん。あと何発？みんなのところ表示されてないの？風船、ん？この辺になんか、表示されてない？この辺に花火13発って上がってるから、あと7発だね。あと花火7発で確実に1万超える。うん。確かアイテムって表示されてると思うけど。うん。達也さんって誰？達也さんと並ぶと自分が発言したみたいになるの嫌だ。どういうこと？なんだろう、達也さんって。花火今13発だから、あと7発で確実に1万円超えるね。まあまあ、ゆっくり行こうよ。まだ96分だから、240分まで放送できるから。下の論破ってるってコメント。うん。あー、なるほどね。サムネ入れればいいじゃん。サムネ入れなよ。丸メガネのサムネ探してくればいいじゃん、これ。やばかったら最後の一発言ってくれ。いやー、大丈夫っしょ。俺はリスナー信じてるから。ああ、絶対大丈夫。片輪くんいらっしゃい。フォローありがとう。大丈夫、俺はリスナーのことを信じてるから 100% 大丈夫。この枠で行くよ。初心者なので調べてきます。おい、行ってらっしゃい。そんな難しくないよ。こんばんは、片輪くん。フォローありがとね。ハートありがとう。楽しんでて。今から来る人も多いしね。そうだね。深夜帯の時間帯に来る人も多いだろうから。これからまたリスナー入れ替わる時間帯だね。うん。最後の花火はケーキ好きにスクワット30。いや、結構5回でも大変なんだから。いやー、でも嬉しいなー。嬉しいなー。3年間ほんと辛かったかんなー。よかった、ふわっち来て。日本全国旅配信はどんなスタイルでやんの？まあ、俺は、まあよく言うけど、まあ企画じゃないと。車トラジローだと。ライフスタイルだと。だからまあ、ルールはないよね。だからもうルール決めた瞬間もう旅行とか企画になっちゃうから。ライフスタイルとしてやりたいと思ってる。いや、ビビってるよ。だって俺3年間アマチュアでやってきたんだもん。もう、責任伴うじゃん。来月も食ってかないといけないんだもん。超怖いよ、はっきり言って。嬉しい怖さがあるよ。自分の中に。私は寝落ちしてた枠の配信者は絶対に夢に出てくるんだけど、和道さんは出てこないや。手強い。和道さん、ニコ生時代の時から知らないけど、怖い人かと思ってた。よく言われるんだよね。なんでなんだろうね。大体ね、俺のこと怖いと思ってる人は俺の枠見たことない人だよね。うん。そう。見に来たらみんな、イメージと違うって言われるね。それはまあ、しょうがないこと。イメージが先走ってるから。うん。全然、俺アウトロー苦手だもん。オタクですよ。うん。
今日なんかサーバー重たいな。いやー、ふわっち来て人生変わったな。俺頭良くないよ。俺バカだよ。だから、よく言ってるんだけど、伊集院光とかに近いっていう。あの、伊集院光って頭いいと思ってるし、うんちく多いでしょ。あの人、中卒なんだよ。中卒でインテリ枠みたいな人いるじゃん。なんか、知識が膨大な人。だから、なんつうの、そういう系だと思う。サブカル系の人だと思うよ。中卒なんだけど、こじらせてダメな人っているんだよ。要は、専門的な知識とか、自分が好きな知識に偏ってるオタクだよね。伊集院さんも、ね、頭超いいじゃん。知識もすごい膨大じゃん。でも中卒だよ。ロハコと暗黒出てたよね。あ、出てた出てた。だいぶ昔ね。うん。私、生主なんだけど、最近和道さんにハマってるって言ったら、あいつは怖いだの、関わるだの、いろいろ言われた。まあまあまあ。まあいいんじゃないですか。無理にね、なんか、それ、見に来たら変わるよぐらいにしとけば。まあ見てみれば、みたいな。うん。あ、そうなんだ。ありがとうね、あやか。言ってくれて。嬉しいよ。おい、ありがとう片間くん、ありがとう。プロの誕生に支援。よっしゃ。ありがとうね。2回、3回、4回、5回、あと6発か。ドキドキしてくんだ。あと6発か。いや、オタクはいいですよ。オタクっていう生き方がいいよね。要は、今のオタクってアニメ見てるだけでしょ？あんなのオタクでも何でもないから、俺からしたら。オタクっていうのは、博士レベルの知識量を持ってて、しかも金にならないバカなことをやるやつのことをオタクっていうの。これがクラシックな本当のオタクなんだよ。だからギターオタクもいれば、アニメオタクもいれば、フィギュアオタクもいれば、もう専門的に特化した博士レベルの知識をお金にならないところで発表してる人のことをオタクっていうのよ。お、メガネいいじゃん。バーガンプレゼントありがとう。そう、さかなクンみたいな人をオタクって言うんだよ。ほんとほんと。だからね、今のオタクはね、アニメ見たらオタクなんてふざけんなって話よ。クラシックな。ちょっと待ってね。もしもーし。もしも、ちょっと待って。あ、なんだ。もしもーし。もしもーし。聞こえる？もしもーし。もしもーし、聞こえる？聞こえる？もしもーし。聞こえますか？もしもーし。もしもーし。もしもーし。つながってる？ん？なんだ。もしもし、ん？なんだろう。のんたんから今電話来てた。なんだろう。のんたんから電話。なんだろう。のんたんから電話来てたね。新しいフォロワーさん紹介します。アシラさんフォローありがとう。うん、さっきコメント打ってたよ、のんたん。のんたんじゃない、ももこさん。違う違う違う、俺の元カノ。オタクって二次元の美少女、アイドル大好きってイメージがあるな。そうじゃないんだよ。違うよ。もともとのオタクっていうのは意味が違う。まあ、そのオタク気質な人がフィギュア愛したり、アニメ愛してたっていうのは事実なんだけど、オタクっていうのはいろんなジャンルにいた人のこと。なんか、ひもての人で、さらに、無駄な知識を持ってる人のことを昔はオタクって呼んでたの。だからね、意味が変わっちゃったんだよ、最近。アニメ見てる人イコールオタクみたいになっちゃったんだよ。違うよ。さかなクン50万なんだ、すげえな。だからまあ、俺は言ったら宗教オタクだし、アニメオタクだし、あとなんだろうな。まあ、なんか豆知識オタクだよね。豆知識オタクだよね。のんたん大丈夫かな？なんかあったのかな？電話かけ直したけど切られちゃったのよ。なんだろう。
ケラってるのかな。まあまあまあ、まあ、全然相談いつでも乗るからかけてきて、のんた。いつでもかけてきていいかんね。相談乗るよ。うん。プロになったら岩一つ。ああ、わかんない。まだプロになってないけど。クイズは弱いかな。専門的に特化した知識はあるけど、要は一般的な教養みたいなのは全くないから。うん。サイン、コサイン、タンジェントとかわかんないもん。坂本雄一さん、フォローありがとう。のんたんさっきアイテム投げてたよね。うん。まあ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 。そう、さっき終わりってもう区切り入れたから。うん。まああんまりその、引っ張るの良くないから。今はね、プロ配信者に集中しましょう。プロですから。和道プロですから。和道プロ。私は仏教の真言宗の保育園入ってたな。あ、そうだったんだ。うん。仏教はすごいよ。うん。仏教勉強した方がいいよ。だからね、メンヘラが多いのは宗教家の堕落だよ。はっきり言って。昔はさ、寺子屋って言ってさ、いらなかったんだから。仏教とか悩み解決してたんだから。香川連想する。プロになったらステッカーとかグッズ作るの。ピンバッジを作りますね。ピンバッジを3種類作りますので、ぜひ買ってください。和道さんに会っていろいろ話したい。あ、全然全然。旅配信でみんなリアトツ OK なんで。ぜひ会いましょう。ピンバッジを3種類作るんで、よろしくです。新しいフォロワーさん紹介します。花 NR さん、フォローありがとう。欲しい買う。3種類全部買ってくれんの？高いよ。俺のグッズ高いよ。言っとくけど。1個3500円だよ。でも良くない？ピンバッジ1個3500円良くない？福岡行くよ、全然。俺は今アイテムはリスナーさんに配って、タダで配ったこれネックレスね。ネックレス、そうそう、昔は宗教家はカウンセラーの役割もしてたし、学校の先生だったし。これいいでしょ？うん。第2弾はピンバッジです。3種類作ります。1個3500円。だ3種類でいくらだ？ 1万500円で3セットだね。うん。1個買って、1個買って。うん。3種類のデザイン作ろうと思ってるから。ネックレス？ネックレスは6500円だけど、作ろうかどうか迷ってるね。ネックレス6500円で欲しい人いる？いたら言ってください。マイクの方。これピンマイクだね。ピンマイク。あ。買う？あ、じゃあ、ネックレスも作ろうか。リアルとかけ離れたキャラは、やめれや。何それ。リアル、何の話してんの？うん。ネックレスはちょっと高い。6500円。まあ、ネックレスの方が売れそうだよね。アップで見たい。あ、よ。こんな感じ。これがまあ、これ本革にしたんだけど、ビニールの方が、耐久性あったからビニールに変えた。ビニールの黒の革に、まあ、こういう普通のネックレスのつなぎ目で、デザインはこんな感じ。あ、 T シャツ作るよ。じゃあ T シャツも作るからちょっと待ってて、デザインやるから。この和道のロゴマークがあるんだけど、俺のサムネに入ってるロゴマークだね。これ見えるかな。ブツブツ交換はやんないかな。学校の先生だったんだね。なんかっぽい。俺学校の先生じゃないよ。これは6500円だね。6500円。ストーンとかブレスレット。ピンバッジと今のところネックレスだけかな。出すとしたら。これはお守りだね。これは自分でデザインした、お守りですね。うん。もともと、その俺が本名島津って言うんだけど、島津家の家紋から来てるね。22枚ってブレスレットは良くないと思う。ブラブラするタイプだから。でも女の人に結構受けが良かったね。女性の方が受けが良かった。あ、ネックレス正解だわって。女性がつけてても嫌味じゃないっていうか、首元にワンポイントだから。髪の毛？髪の毛はまあ、
髪の毛あるよ、ほら。髪の毛もありますよ。初見さんいらっしゃい、なおみさん。面白かったらでいいんでフォローしてください。コメントありがとう。ああ、まあ、パワーストーンとか好きだけど、うん、でも、こだわって自分のロゴとか石に入れたくなっちゃうから、うん。作るんだったら自分が身につけるかっこいいものを作りたいから。うん、マイクは、いや、ピンマイクは、この、これね、あ、こういう小さいソニーのマイクなんだよ。こういう。で、こうクリップがあるの。クリップ。ここにこれをカチャってはめるの。で、このクリップで止めるって感じ。これ2500円かな。2500円ぐらいのマイク。で、マイクスタンドはこれがあるから、この小さいマイクスタンドがあるの。で、こうカチャってやって。これでこう、マイクスタンドになる。あ。なんかニコ生で結構流行ってるマイクだね。これピンマイクにも使えるし、スタンドマイクにも使える。かわいいでしょ？ソニーのミニマイクかな？ソニーのミニマイクとか。いや、これ普通に売ってるよ。家電で。かわいいでしょ？うん。これ、配信で人気のマイクだよ。結構これ使ってる人多い。2500円で性能もかなりいいから。うん。で、このクリップつけて。俺はここにブレスレットに挟んで。これで放送をやるのが俺のスタイルかな。うん、ロンパリだね。子供の頃から、シャシだね。うちシャシっていう。うん。130名さんいらっしゃい。楽しんでってください。うん、ロンパリ。いいでしょ？うん。だからまあ、服につけることもできるし。まあでも、マイクっていうのはこういう風に向きでやると音が綺麗に拾えるから、本当はね、こういう向きで、そのマイクの向きをこっち側にすると音が綺麗なんだよ。だけどまあ、首元につけてるから、まあこれくらいの。まあこれでもだいぶ綺麗だと思うけど。ロンドンとパリって意味ですよね。あ、そうなの？ロンパリって。へぇ、知らなかった。ロンパリは外差しのこと言うの。知らん言葉使うな、アホ。コロリン。うん。ロンパリは確かに外向いてることのことをロンパリって言うよ。うん、まあまあ。腹減ったな。腹減ったわ。うちしゃしは愛くるしい。女の子は好きだね。テリー等のモノマネ昔よくやってたね。だからダメなんですよ、最近の女子高生は。ダメですよつって。俺、色縁メガネかけてたんだけど、だから言ってるじゃないですか、ダメなんですよ、最近の風俗嬢はつって。モノマネよくやってた。懐かしいわ。テリーと。テリーとがロンパリだね。ニコ生の人とか、ツイキャスの人がみんな和道さんのこと嫌いみたいなんですけど、なんで嫌われてんの？いや、わかんない。ナオミさん、その嫌いって言ってる人に言って。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。